はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり実況をやらさせてもらってます。ゆっこにでございます。光栄、スーファミ版、麻雀大会2、練習の続きやってきたいんでよろしくお願いします。予選会1回戦の模擬大会、2回目ですね。清少納言、一休さん、赤ずきんちゃんのお三方ですね。今回は赤ずきんちゃんと一休さんの、配置が楽になりましたね。一休さんが対面から下茶に、赤ずきんちゃんが下茶から対面に移ったって感じっす。ちなみに今局のドラはいいピンやけれど、絡む気配はあるんでしょうかね。絡まないんやったら即座に廃棄や。これでパーワン出るようやったら、ドラを諦めるしかないっすね。こだわったってしょうがないんで。やっぱパーワン引くんや。まずここでドラを、処分やね。万が一3ピンと3ピンを引いちまったら、発狂するやろね。ひふみの3式も考えられたと思うし。いいシャンテンになると、やっぱ大高齢の大渋滞が始まるっすね。やっぱ3ピン引いてしまうか。パーワン、2枚目引くか、でも混乱するんでね。ここで一休さんが先行くんかよ。こうなればオナテンでもええんで、さっさとテンパりたいっす。多分、一数ワンで間違いないと思うっすね。ならばここで勝負に出ちゃいましょうかね。別に黙ってたってええんやけれど、物手だとツモでしか上がれへんからね。役なければ論したらちょんぼやからね。おそらく、E1 を引かぬ限りは、大丈夫やと思うんやけどね。なんとか積もったか、よかったよかった、今回も上がれへんかと思ったけれど。リーズも一等、5にいっす。一休さんは関数1、おなてにあったね。八王中牌だらけやんけ。でも7種類やから流せんしね。しかもシャアも持っておらへんから数風連打でも無理やし、こういうハイパイの時って大抵下茶あたりが早くも仕上げて、いち早くリーチかけてくること多いから、もうお手上げになりやすいですしね。なんとかスタメンツ完成か。でもキルパイどうしよう。そうやった、バラバラなワンズから切っとこか。やはりってな感じで、下茶の一休さんが、早くもここでリーチかよ。このおかげで、数ワン切りにくくなったやないか。ガーン、ドラここで引いちまうんか。これ危ないわね、一数 G1 のタメンちゃんは、全然考えられますからね。こりゃあ、参ったっすねー。もしもロンクだったら、せっかくの最初の上がりが、水の泡になっちまうぞ。あ、出走が現物やったか。まあ、出走2枚目落としといて。ラン。え、竹が当たりっすか。しかも数値爽快や。リーチ、ピンフで2000っすね。全然竹は大丈夫かと思ったんやけど。さて、親番回ってきたね。ここで、コツコツと稼ぎたいっすね。でも私はそんなに積極的ではないんで、どっちかというと役を無理してまで、狙ったりする方ではない方なんでね。消極的な方やと、テンパったら、相手がリーチをしてようと、してなかろうと、リーチかけて、一発で出るか積もるかドラが乗るかするだけで、満足って感じだと思いますね。チートイって感じっすかね、これ。逆に役作りに積極的な人は、大抵リーチかけずに黙ってる場合が、しばしばあると思うんだよね。追っかける人は、大抵なら、黙ってても役つかない人とかですね。
なかなか望み通りのパイが引けないっすね。その隙に清少納言が即、言いかけてきそうで、怖いっすね。ポン一休さん、ワンズとピンズとジパイしか切ってないから、竹止めか思うたっす。ランワン送ったってことは、トイトイの可能性が否めませんね。どれもアンコル気配もなしかな。完璧にチートイの手やったな。清少納言は、ステパイから考えて、タンヤオケイを狙ってるんちゃうかね。やはりチートイにしかなれへんてやったわ。ほんまにステパイどれ切ったらええか惑わせるっす。あら、トイメンのあんた、張ってたんや。単品だけ確定させてたようや。単品図も一丁、ちじゃねえ、こうにやった。トンラスっすね。ドラは8層ちゃう、10層でしたね。絡むかどうかは微妙って感じやけど。まあ、敵メンツが一つあるだけのハイパイやから、ドラはあまり期待しない方が良さげって感じかもな。ワンズ意識に染め替えてやりたいんやけれど、そういう時に限ってそうじゃないの引くってのが、鉄則って感じっす。ゴロチとかの三式とかも考えちゃうけど、チンプンカンプンになるから、陳列に向かってまっしぐらって感じで打ってこうかね。まあ、いいペイ交際できてくれれば、安心してダマで、晴れるって感じやね。何切りか？リーチ。ウーピン切りっすか。せっかくいい感じで、陳列を目指してたのに、ピンズかソーズが当たり合ったら、絶対へこみますね。ピンズかソーズで待ってるような予感しかしないっすね。とりあえずは、G1 を統一落としでもしとこかね。いいペイコーは、もちろん諦めたって感じでね。ランピンスか、これで通りそうなパイは、なくなったっすね。そうだ、パスを通してるから、うっそうも行くんじゃねえ？ラン！ダメだったか。ランうっそうでランそうも、ダメでしたか。中腕がアンコってるから、ピンフではないんで、リーのみやったか。さっきのは通ると信じ切って、判断を狂わせてしまったようや。今度は気をつけんと、ようやく経験まで持ってきたんやけれど、やっぱ降りたくはないっすね。今のは、もちろん役つきませんからね。上がったらチョンボになるんで、見逃したってことっす。せめてロッチッパはつけとくべきやったけど、積もうん悪いし。
ても対面に積もられちゃったか。しかもまた貧富ケースかね。そうでしたね、ドラ2強もあって、またボニーっすね。とある実況者さんの動画でも、赤ずきんちゃんが勝ってた回あったかもしれへんけどね。まあ、確かにそうかもしれませんね。そういうわけで、赤ずきんちゃんトップで、難入したってなわけで、ここで一旦区切らせていただきますね。後編に続くってことで、ご視聴ありがとうございました。ではごきげんよう。